こんにちは、小林あるです。こんにちは、久野です。久野さんはですね、工務店さんなんですけど、本当にこう環境にとって負荷の少ない、合板も使わないような、初めからですね、新築のうちからもう本当においしい空気を吸わせてくれるような素晴らしい家を作ってます。もう夏場、冬場もほとんどエアコン暖房を使わなくても、済むくらいですね、防音じゃなくて 断熱性能が高い。もう異常な、もう魔法瓶ね。魔法瓶のよう魔法瓶、はい。な、そういう家を作られるんですね。で、本当にこんなに正直にですね、一致した、素晴らしい家をね、その仕事をされるって素敵だなと思ってですね、付き合ってるんですけども、僕は人として非常に尊敬してましてですね、久野さんが、今日もうバーッと喋っちゃうんですけど どうぞ、どうぞ。久野さんがね、春の、この春の沖縄に行った時に面白いことがあって、めぐみちゃんがね、で、迷ってて、沖縄迷う前になんか、その時はね、お客さんで来てくれためぐみちゃんが、なんかやりたいような感じがするなっていうのを見透かして、で、僕らも、なんかやりたいの？って言うけど、私、歌が歌いたいんです。で、歌が歌えなら、歌いたいなら、もう今歌えばいいじゃん。ね、僕らいるし、4、5人だけど残ったのは。っていう時に、とかって言って、そうやって言いながらもうちょっとね、なんか楽しそうにしてるから、あ、これ本当やりたいな、やるって決めてきてね、いるなと思って、で、円盤乗せてね、歌わせた時あるじゃないですか。その時にね、いや、そんな、声を震わせながらもう、なんか歌ってね、なんか盛り上がって、僕らもね、わーってやったんだけど、いや、こうやって人前で歌うって初めてですとかって言ってね、自分を変えたような気がしますっていうふうに言ってた時に、あ、そんなことだったら沖縄においでよ。シャンソン歌手の千葉美桜さんが歌うから、その前座でちょっと5分、1曲歌ったら、そんなのできません、そんな大勢の前でとかって言ってたんだけど、まあでもこの流れから言ったら、来るしかないじゃんって、でもずっと迷ってて、あ、どうしようどうしよう、行ったら私枯れますかね、枯れるかどうか知らねえよみたいな話しながら、ね、行くならね、変わると決めるんだったら変われるしね、そんなこと人に聞くなと。ね、それを聞いてる時点で変われないんだと。とかって、多少厳しいことも言いながらずっとこうね、話してたら。で、結局、うだ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 、1時間経ち、2時間経ちみたいなことをしてた時に、久野さんもね、そこに立ち会わせてもらったからってことで、そのね、おどおどしながらも、こう、歌った瞬間に立ち会わせてしまった手前、僕もその責任負わないわけにいかないねっていうふうなノリだよね。だから、どうすんの、めぐみちゃん。僕はもう腹が決まってんだと。もし君が行くとすれば、もう僕ももうそうそう仕事で行かなきゃいけないから、ね、あれなんだけど、もし君が行くんだったら、その行くと言った時点で、じゃあ僕は、小林さん、じゃあチケット2枚取っといてって、小林さんに頼む準備万端なんだけど、っていうの。ね。だって、それはこんなね、自分のね、こう気持ちをこう、ね、頑張って、歌ったと。その場に立ち会わせてもらったんだから、僕は最後まで見届ける義務があるよね、みたいなノリで言ってくるから、もうそれに僕は感動しちゃって、心打たれて、もう涙流したの。泣かしちゃった。すげえな、この人と思って。で、実際、すごく忙しい時期だったのに、それで、なんとか都合つけて、で、その、めぐみちゃんを迎えに行って、空港に来てくれて、で、来てくれてね、いうことがあったんですよ。もう、男気みたいなのが、もうかっこいいなと思って。ね、だってもう、義理と人情の都政に生きりゃそうでしょ。ね、でも僕、あれを見たときに、あ、僕はこういうふうに生きたいなと思ったんですよね。なんか、あ、もうこれもうご縁だし、ね、じゃあもう俺も一肌脱ぐよって。小林さん頼むよ、もう俺行くからさ、マジっすかみたいなね。いや、だってね、旅行行ったことないし、飛行機乗ったことないしって、じゃあその子を、その今、突き放すっていうか、じゃあ一人で来いよ、行けよって、なんか無責任に言えないじゃないですか。じゃあ行くかっていう。あれは家に迎えに行ってでしね。ょ？うん、早朝迎えに行って。かっこいい。いや、かっこいいとかそういうことじゃなくて。でも、かっこよさを求めるんじゃないんだろうけど、でも、その目の前にこう、ね、起きた出来事、この人生をちゃんと受け入れる覚悟があるというか、それが美しいなと思って。今日もね、ちょっとそういう話が出て、そうなの？あれ、誰でしたっけ？久美さんだ。久美さんが、久美さんだったっけ？なんか、ウクレレなんかやっウてクた？レレ、ウクレレ？誰かがね、あ、じゃあそれ、あ、ズンバだ。
ズンバ。ああ、そうそうそう。なおちゃんがズンバやれてるから、あ、じゃあ、くだかでズンバじゃないの、くだかでズンバって、なんか語呂がいいし、みたいな話になって。誰なおちゃんが、ズンバやってるから、ズンバ、じゃあ、くだかでやんなよ、とか話になって。くだかでズンバ、語呂がいい。で、くのさんがまたね、じゃあ、小林さん、チケット2枚とか。え、マジっすかって。そんな早い展開ないだろうと。さすがにないぞ。さすがにない。そのね、一つのネタになりつつある、ね、いつまで続くやろ、何年続くだろう、ね、またそのシチュエーションがやってくればね、じゃあ小林さん分かったね。それで済むようなね、で本当久野さんといて、感じてるのは言葉がいらないですよ、ね、余計な言葉がいらない、うんね、言葉を組んでくれる、思いをこう組んでくれる人だと思うから、だから久野さんも僕を組んでくれるし、僕も久野さんを組みたいなっていうふうに思うから、こういう言葉のいらない状態っていうのが、もう本当ね、バーチャルたちが言うような言葉のいらない世界っていうものをこう、作っていくっていうことの大事なね、その一つのこう、まあ、要素というかね、そういう流れになっていくのかなと思うんですよね。やっぱりね、言葉なくてもね、今自分が何をすべきなのか、何ができるのかとかっていうことをちゃんと、考えていられるって、余裕があるからこそできるし、ね、気持ちの、うんうん、そういう余裕がある状態でいたいし、こうありたいなっていう風な、なんか関係性が得られてるっていうのは、うん、僕本当はありがたいなと思ってですね、ね、本当そう思わない、こちらこそありがとうございます、ね、うん、だから本当に言葉にいらないような気がする、未来工房で建てる方幸せですよ、いや本当にもう本当くじ、当たりくじ引いたみたいな、当たりくじ当たったみたいなね、まあ、作っていく間ではね、うん、お客さんも妥協とかいろんなあって、まあ、100% のもの作れないかもしれんけど、うん、本当に今日も言ったんですけど、うん、出来上がった時には 120% の満足度がありますから、うん、今日も一件作らさせてもらった子が来ててね、うんうん、で平屋でだいたい30坪ぐらいの家で今年の4月に受け渡ししたんやけど、今年の夏クーラーの設定温度が30度で寒かったと。それも冷やすべきスペースが26畳あって、そうそうそう、うん、で14畳用のエアコンで、設定温度30度にしといて寒かったと。そうそう、すごい、もうみんなからイエーって、うん、だけどそれがね一軒だけじゃないんですよね、うん、もう2年前にお渡ししたところも、うん、まあネオという地域柄もあるけど、うん、エアコン取り付けた時は取り付けた年はエアコン稼働ゼロ、ね、うん、で次の年に揖斐川町で40度越した時かな、でその時に1回使っただけで、その家庭がサラリーマン家庭でいつも昼間は見えないっていう子じゃなくて血のみごを抱えて見えて常時見える家庭なの、うん、だからそこが使わないっていうんやから、うん、さすが久野さん大したもんですよ。だってエアコンを肌からつけなきゃいいじゃないですか。そうそうそう。なんですか。エアコン代いらないですよ。うん、ね、もう氷風機で足りるでしょ。一日ぐらいだったらね。朝の涼しい空気を取り入れるだけで、あとは締め切っとけば、うん、ね、一、うん、日エアコンがいらないっていう。うん、だって窓開けるなって言われるんだ。余計な空気が入ってくるから。ね、でもそれをね。多少のコストがかかろうがね、こうちゃんと、ね、うん、その辺も正直にね、こうちゃんとこう経営してらっしゃるっていうのが、うん、本当、うん、仕事の面でもね、すごく尊敬できる、うん、素晴らしい仕事されてるなっていうふうに思って、絶対他の工務店さんよりは安く作りたい、うんうん、だから従業員は入れれない、うん、自分一人で頑張る。うん、だからまあ軽トラック乗って材料取りに行けばおっさん呼ばわりされて、ね、で現場で指示してれば監督さんですかって言われて、うん、まあ、それで自分楽しいし、うん、で僕がいくらね儲けて税務署にお金払っても誰も喜ばないんじゃないですか。ところが僕が儲けるっていうか、その利益を少なくして1円でも2円でも安くしてあげれば、そのお客さんは喜ぶんやし、だからそれのスタイルでいたいと思うし、
で、まあこれは僕からの提案なんですけど、もうちょっと値段上げてもいいじゃないですか。いやいや、もう少し余裕があるじゃないですか。税務署は持ってくだけなんだよ。いやいや、それでもやっぱりもうちょっとね、うん、いや、コム店、他のコム店さんには金額的には負けたくないですね。安く言いたい、うん、安く言いたい、安さが一番の幸せのもとになるし、まあ実際ね、あんまり高いローンを組んでも苦しいだけですからね、うん、そうそう、高いっていうことは返済の金額も増えるってことなんで、うん、そうすると月々出てくお金っていうのが増えてくじゃないですか、うん、そうするとお金がないとやっぱり夫婦喧嘩が絶えなくなる、うん、と夫婦がこの夫婦間の仲が悪くなると子供にも影響してくるということになるので、うん、だから僕はもう本当に返済比率 20% 実収入の返済比率 20% をめどに家作りしたいなという、うん、これちょっと専門用語であれなんですけど、普通は何パーセントなんですか？ 35%、 年収の 35% をその設定するんですよ、うんうん。